ちょっと時間が分かんないんだけど今夜ゆっくり寝れそう。いや寝れないね。もう多分これからリーナ4時間睡眠とかになっちゃう。学業との両立は大変だよね。大変。最近もっと思った。だからもう高校もめっちゃ悩んでる。こんな大変だったらさ、リーナ SKE も頑張りたいからさ、だったらもう通信の方がいいのかなとか思ったり。だってリクアワと周年でもう2個も重なっちゃったからね、コンサートが。りーちゃんこんばんは。12期が入ってきたね。それだけですか。あ、それだけ。それをリーナに報告する必要はあったのか。で明日15周年劇場。明日、明日？違くない？明日なの？え？明後日だよね、だよね。びっくりした。明日って思って。それはちょっと準備してないよ、そんな明日にできる。よかったよかった。びっくりした。明日じゃないね。びっくりした。ハートありがとう。わあ大好きシャン、大好きシャン、ありがとう。どうでしたか周年とか。リーナ結構アイリさんと隣でしたよ。本当はね、握手の愛もねアイリさんとペアのはずだったんですけど、ちょっと変わりました。めっちゃ見えてるの、すごい。いや見えてますよ、そりゃめっちゃ見えた。3階の一番奥とかも。くるりんぱキャワキャワ、ありがとう。こんばんは。生誕祭は DMM で。見に来てよ、見に来てよ。誰もありがとう。リーナちゃん独占。なんでそんな牛がいいの。牛乳飲めません。かわいい、ありがとう。マジ見に行ってよかった。愛してる。それはよかった。ハートありがとう。コンサート楽しかったから22と29買った。楽しくなかったら買わなかったんですか。それ愛ないじゃん。愛ないじゃないですか。ピンク下ろして赤と白だけ振るのありなしでしょ。生誕でそれはなしですよ。生誕くじコンプしました。いろいろ楽しみにね。え、コンプ全部 ABC も。それはやばくない。めっちゃ当たってたよね。なんでそんな運いいんですか。学業との両立で大変そうなのはメールでもよくわかる。うん、大変。え、そんなメールに出してたっけ。リーナ生誕祭投げたよ、ありがとう。嬉しい。今日も会ありがとう。ワンコロとはワンコロだね。あのさやさんとラブリンさんがリーナにつけてくれたあだ名です。ワンちゃんみたいっていう意味と、ワンちゃんみたいっていう意味でワンコで、ロはなんとなくでした。ワンコロです、ワンコロ。22は持っていけるのにしたら、え、別に全部持っていけるのよ私。だって浴衣も持ってったしチャイナも持ってったんですよ。結構無敵なんですよ私。服に関しては会ってからの楽しみというのもある。そう。でもなんかさ、セーラー着るって言ったらだったら行くとかあるじゃん。そういうのがあるかなって。前期試験が終わって追試が一つもなく後期日程に進むことができた。あ、高校なんだ。あ、そうなんだ。高校生の方ですか。前期試験、え、そんなのあんの。え、高校ってそんなのあるんですか。前期試験とかあんの。え、でもよかったね、追試なくて。よく頑張りました。じゃあ追試で落ちちゃったらもう留年みたいな感じ。入学予定の高校の制服でそれで行くわけないじゃないですか。ないじゃないですか、普通に考えてね。
虫眼鏡ありがとう。両方着ちゃえばいいんじゃない。いやでもかぶっちゃうからさ、他の日程と。どれか来ますって言っておいて来た人の楽しみにする。いや違う、逆なんですよ。私はこれ着るって言ってなら行くみたいなのを私は期待してるんです。握手とトークで開けるのもあり。でもさ、そうするとさ、リーナ髪変えんのよ。髪変えたら、髪変えて服も変えたらご飯食べる時間なくなっちゃうんだよね。ウェディングドレス、そんな高価なものは持ってないかな。諸事情によりアバターをポチャコからマイメロに変えた。かわいい、マイメロかわいい、ありがとう。せめてね、リーナのサイリウムカラーの色は入れときな。それ変えてくれるんだったらね。10月13日リーちゃん生誕祭応募しました、ありがとう。待ってます、スピーチ頑張ります。29はハロウィン近いけど仮装しないの。うーん、だって別に仮装じゃない、メイド服とか仮装じゃない。見てて好きになった曲はありましたかね。えこれはもともとだけど、プレシャス好き、リーナ。ピアロめっちゃかっこよくない、あれ。あと横浜も好き。でも全部好き。あとオレンジのバスも好き。めっちゃいい曲だなって思って。このバスに乗ってからもう何年経つのかな。先に降りたり新しく乗る者もいる。寂しくなんてないんだ。不安な気持ち隠しきれなくて強がっていても涙溢れてたね。その度にいつも進化してきた。前を向いて行こうよ。めっちゃいい曲じゃないですか。めっちゃ初めて聞いた曲だったんですよ。でまあ音源聞くやん。で、あーめっちゃいい曲やなと思って結構毎日聞いてました。ま、主に後ろ姿を見るひな壇。そうなの、ひな壇後ろ姿なの。あ、そういうこと。あ、メンバーのね。そうですね。レアじゃんね、ファンの人前しか見れんから。バラありがとう。ピンク、紫、白、メモメモ全然違うのよ。赤なんですよ、紫じゃなくて赤なんですよ。プリマと MC してて叫びそうになったし、次の日いないのにアイリと MC してた発狂。ちょっとそれはね残念でしたね。まあまた今度あるでしょう、知らんけど。バラありがとう。もちろん生誕祭は主役の際しか振らない、まあ、ちょっとみんなそれでお願いします。虫眼鏡ありがとう。札幌から生誕祭に駆けつける、すご。うん、嬉しい、頑張れます。それセーターさんはギリギリで間に合うと思うから投げました。おお、嬉しい。みんなギリギリーナで。仕事とリーナどっちが好きなのは、重い女すぎる大好き。重いですよ私は。ちゃんと赤白ピンクも準備してあります。ピンクもうね、どっちも振るの。生誕祭申し込みました。でも今のところ公演2回連続外れなので。あ、そうなんだ。でも全然公演行ってなかった、多分当たるよ。リクアはニコ生でもリーちゃんの応援コメント多くて盛り上がってた。本当？やった。みんな見てないんですよ。初見さん帽子、魔女の帽子ありがとう。もうハロウィンじゃん、嬉しい。冬が近づいてきた。生誕祭の手紙、弟くんとか、弟はおめでとうしか書けません。そういえば15周年のムックオン買ったら特典のポストカードリーちゃん自引き。すごくない？いつも自引きしてんじゃん。よかったね、運営に好かれてて。魔女の帽子ありがとう、初見さん。
験さんなのに嬉しい。とんがりコーン。12期のサイリウム確定したら一覧表更新しよう。どういうこと？本当に兄ちゃんのこと思ってる人のアドバイスは聞いた方がいいけど、そんなのは気にしないで。気にしてるわけじゃないんだけど、誤解は解きたいっていうだけ。全然リーナのことを知らないのにアンチはやめてほしいですね。まあそういう人しかいないだろうけど、本当のリーナを知ったらアンチなんてできませんよ。願い事叶えた？叶えてないね。願ってもない。ちょっと過ぎるの早すぎて1秒ぐらい。しかもなんかびっくりしすぎてえみたいな感じで何もできなかったです。昨日流れ星見たの一生、たまたま空見たら降ってた。え、だよね、やっぱやっぱり。え、リーナのお願い事しましたか？秋になったら秋仕様のカバン使えるようになるね。もう秋になってない？冬大好きだから、なんか冬よ。え、待って、ちょっと時間やばいかも。ちょっと待って、ちょっとね、時間を気にしなきゃいけないんですよ。今何時何分ですか？何時何分？ 41？ まだ話せる、まだ話せる。ありがとう。あれ、 めっちゃリーナ全然コメント読んでないわ。ちょっと後で話すわ、冬の話。兄ちゃんサッカーのルール知らない、びっくりした。なんか大体は知ってんだけど、オフサイドとかはちょっとねよく分かってない。でもサッカー見るの好き。でもサッカーほどではないかな。自分の価値観を押し付けてくるかな。人は気にしなくていい。まあ、でもやっぱりさ、見つけちゃったら気にしちゃうよね。これも上のモニターで見てる。あ、そうなんだ、上にモニターあんの公園。知らないんだけど。そうなの、上にモニターあんの。セーターはまだ申し込みしてません。仕事の予定ずらさないと。そうだね、それで行けなかったらあれだもんね。誰々がラジオやってるから配信配慮というのはなんか違うと思う。ラジオじゃないんよね、公演なんですよ。流れないよ。え、みんな流れないの？本当？流れてないよ、叫び。本当？ハートありがとう。まだ早い。そう、みんなさ、すぐ流れるから。よくないですよ。流れてるのもう実感できてるの？リーナのファンが直接流れてるっていうのはそんな聞かんけど、全体的に。もうみんなすぐ新しいもの大好きだからね。ダメですよ、それは。やっぱり自分をね大切にしてくれる人のところに行かないとダメなんですよ。いーちゃんしか見えないっていう嘘をねすぐつく人がいるんですよね。後輩になんて呼ばれたい？ワンコロ。絶対呼ばんけどね。リーナ先輩、リーナさん、リーナさんでいいよ。11期オンリーワンです。本当？11期リーナオンリーワンでいてくださいよ。箱推しは全メンバーを覚えて個性を把握して魅力を見つける。いちいち魅力見つけなくていいと思いますよ。みんな流れてない？溺れてたり沼りそうなだけ。だいぶ沼ってますね、それ。溺れてんのはだいぶ沼ってますよ。りーちゃん中学生だって知らない人も多いのかも。声とか大人、歌とか大人っぽい。ね、絶対知ってるよ。でもね、本当に良くないですよ、アンチとかって。だってさ、絶対大人じゃん。絶対リーナより上なんだよ、年齢。そういう人がさ、子供にたかってさ、悪口言うの恥ずかしいですよね。なんか同じ人間としてちょっと恥ずかしいです。世界一可愛いパワーすぎる。そんなね、ここで本気なパワー出しませんよ。今のはじゃない、拡散したらみんな当たる。拡散しないでください。ちょっと今のはちょっとやだ。
虫眼鏡ありがとう。すごかったよね。だよね、照明もすごかった。めっちゃ長い時間練習してた。うん、そう、毎日やってました。あれ集合体恐怖症死ぬ。マジ結構リナはいいなって思ってた。まあでも SKE めちゃくちゃ人数いるから集合体恐怖症の人は来ないんじゃないかって思っちゃうけど、どうなんだろう。コンサートとかさ、50何人とかがステージで踊ってんの見れなくない？集合体恐怖症の方ってどこにいるか分からなかったわよ。誰も誰もなんでそれはちょっとさ、見極めてよ。猫ありがとう。姉ちゃん次のシングルから遠く買いに行く。なんで、なんで来てよ。行くって言ったじゃん。そんな簡単に約束を破る人だったんですね。はじめまして、初見です。初見さんこんにちは。毎日のルーティンエスケープ、間違った人から抜けるの？いや抜けない、抜けない、抜けないです。声を語る指示になれなくて、チーム S みんなとリーちゃんだった時は緊張とかどうだったかな？ね、そりゃね、さすがに緊張するよ言わなくても分かるぐらい緊張してましたよ多分。リーちゃんに説教されたいです。グヘヘ。グヘヘじゃないよ。説教されたいっていう人にはしませんよ。願い叶えちゃうんで。今月からメール取った。本当？やった、たくさん送ります。12期のお披露目ステージで名前リコールされてる人いてビビった。すご。 DD です。 DD です。恥ずかしいですよ、 DD ですって公言するのは。初恋の踏切好きな曲だから11期が披露してくれたの嬉しかった。みんな好きだよねあれ、可愛い曲だよね。リーちゃんの詩人はインパクトあると公演でもずっと思ってる。本当？嬉しい。数字は11までしか覚えられないので12とか何言ってるか分かんない。だよね、まあ数字はね11までですよね。キリいいもんね11って。1、2個だからね。正直者担当なのめっちゃ納得した。納得されても嫌だけど、なんか後輩たちぐらい透けてて保護してあげたかった。透けてた透けてた。ジャンガンルーパショーラット、ちょっとわかんないです。 Sorry I don't know、 ちょっと英語無理なんですよ兄ちゃん今日も可愛いよ。昨日も可愛い、今日も可愛い、明日も可愛い、明後日も可愛い、いつも可愛いってことですね。ありがとうございます。全然記憶わからんけど、リータのこと好きって言った人はいる？いないですねいないです、全員先輩でした。説教の特会とはお金払って怒られない。そうですよ、それが嫌だったら流れないでください。10期と12期で喧嘩になったら人数的に分けるやん。いや大丈夫、11期はね1人で2人分ぐらいいるから。12期よくわからない、なんかプロフィール作ったのにわかんないんですね。珍しい人ですね。ニューエイジャー好きなのどこで知ったのか気になりすぎて無理。まあどこかで知りました虫眼鏡ありがとう、頑張ってください。頑張ります。何これ、速攻価格コムとかで調べない女でよかった。どういうこと、価格コムって？あれ、すぐあのお金を値段調べないってことね。調べない、ちょっと今の時間、あ教えてありがとう。もう49分じゃ、やばい、スピードアップミー。うーん、やばい時間がない本当に。しゃぶしゃぶで話してたってことは、ゆねちゃんとくれみは手紙誰々じゃないって予想してた？みんなで予想してた。ゆねちゃんはいろんな人のツイッターとか見たりするん？それは見ますよね、見ますよ。ファイト、ありがとう。追いつくには時間かかる。だよね、全日高校に進学しようよ。したいですけどね、
高校のこと考えてくれるの嬉しい。考えますよそりゃ。12期お披露目の配信見たら12期に漏電するかもってコメント見たよ。ひどい、よくない。周年公演は明後日だよね。明日は時間がない。だよねだよね、やっぱり危なかった。そういうコメントした人もね、ワンチャン明日15周年公演だと思って行っちゃう可能性あったから。ハートありがとう。初恋のファミリー系よかった。泣きそうになった。本当嬉しい。周年はアンコールくらいから時間超えちゃった。そう、超えちゃった。仲間の歌のいつもありがとうって消えてったりな。こんな振りだった気がするんだけど、これで消えてきました私。でも最後ちゃんとモニター見てました私。リーナも髪の毛映りたかった。さやさんに可愛がられてキョッピーが嫉妬してなかった。嫉妬しましたよいつも。しかもラブリーさんもね話しかけてくださるので、嫉妬してますねキョッピー。でもリーナも好きだもん。今回は前回後ろの席。あ、そうなんだ、それは残念でした。まあでも後ろでもね、後ろなりの魅力が。私はリーナ組未席としてこれからもリーちゃんは応援します。未席なの？いないってこと？ワンコロ髪型、いや違うかな。突然切られちまったら本垢に変更して続ける。ああそうなの、ありがとう。あゆりさん可愛い。可愛いよ、みんな可愛い。周年後はりーちゃんだけを探してたっていう嘘もねすぐついちゃうんですよね。りーちゃんの進路に口は出せないけど SK を続けてほしいと単純に思う。いや続けたいですよりーなも。ブログの写真かなり色っぽい。メイクさんのメイク、いや自分でやったよりーな。アイリーナの愛、いやでも握手の愛の最初超至近距離で倒れるかと思った。やってたでしょ、あのリハでは握手の愛って。アイリーさんこう言っちゃってやってたんですよ。ミルセンも生誕祭に行ってもいいですか？ミルセンはね行くべきですよ。で生誕祭も見ててください。リーちゃん的リクアをトップ3、ちょっと今度話すわ。ちょっと今日はねちょっと時間がない、勝手に切れちゃう。ワンちゃんみたいなら首輪プレゼントするかしない。うん、えらいえらいしないでください。知り合いの神子にお願いしてあるので近いうちに写真が上がる。え、嬉しい、ありがとう。 お願い。ワンコロもいいけどワンリーナが好き。本当？まあリーナどっちも好きです。好きになっちゃった、もう下降りた後も近いし、本当心臓に悪い。心臓に悪かった。まあインパクトのある周年でしたね。当日の楽しみにするのもあれ。そうなのよ、難しい。ホーミーのポジティブシンキング、初恋の踏み切り、前のめり、え、それ全部出る予定になったの本当は。でも後からホーミーのポジティブシンキング、やっぱり杉本さんじゃなかったです、間違えてましたって言われちゃった。中年婚でなく特別公演で昇格となると全員でないかも。まあね、私はアンダーを先にしたいです。東海ではリーちゃんをガン見します。それはねガン見してください。それでよそ見してたらね、何しに来たんってなりますから。生誕祭スピーチ喋りすぎて時間超えないように、さすがに大丈夫。 I don't, I never be alone、 めっちゃいいよね、声がかっこいい。 I don't ever みたいな、消えてく声みたいな、かっこいい。金曜日だからサクいない、多分ね、あれだよ、ポジションかぶってるからだと思います。生誕祭、普段着はメイド服じゃない、違いますよ。なんかアンズちゃんがオルさんに似てきてるみたい。本当？アンズは変わってないかも。何人かのメンバーがうちは買ったけど、リーちゃんは？リーちゃん買ってないんですよ。私がボイトレできるんですか？歌唱力は抜群だね、ありがとう。オレンジのバス、私も初めて聞いたジュリアさんのソロ曲、そう、嬉しかった、大切に歌いました。リーちゃんの歌唱力を褒めてた記事があった。そう、 AKB48 グループさんの48新聞に掲載させていただいたので、皆さん見てください。オレンジの忘れ、オレンジのサイリウムね、綺麗だった。あれカラオケ機能で歌ってくれてもいい。あるんだ、ちょっと今日は持ってきてないんで無理ですけど、また今度ね。リーちゃんの配信見ながら亀戸籍の人の写真をハッシュタグ杉本リーナで検索して保存。
するよね。でもね、みんな全然あげてくれてない。多分ね、編集中なんですよね。私は気長に待ちます。あんずちゃんの生誕祭は行ったから、杉本ちゃんの生誕祭当たるかな。行ったから当たんないんじゃないかな。当たってほしいけどね。エスカレーター止まって乗るようにね、義務付けられたね。周年公演入る、ワンチャンメンバー説で笑う。ワンチャンメンバーすごいじゃん。リナ見たらいいなって思ったら星消えた。どういうこと？星が消えた？あー、そういうこと。え、すごいじゃん。推しと同じ流れ星見せたよ多分。え、てか待って、時間本当にやばいかも。ごめん、全然読めないかも。タコありがとう、星もありがとう。え、あと4分スクショタイム。リーナ勝手にポーズやるね。ふん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 。これはあれです、10期鹿だよねです。あわよくばワンコロ鹿だよねです。ふん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 、ワンコロです。うーん、あー飛び出してきた、ちょっとね。オッケーぐらい。あとはみんな来てくださいね。トーク会10月22、28、29、握手会は22、28、ツーショット会21、来てください。15ポーズ。OK。 半目やだ、やめてください。カメラ目線なの偉い。まあそりゃね、変なとこ見たらさ。お支援禁止ポーズ。ダメですよ、押しましもダメです。そんなことをやる人はね、ダメですよ、ろくな人間になりません。ちゃんとね、一途な人がモテるんですよ。またトーク会で会おうだって、会いましょう。多分セーラン服リーナとか見れると思うので、楽しみにしちゃってください。足がボキボキなっとる。スケープのハンドポーズむずくないそれ。最後こうやって終わるんですよ。めっちゃかっこいいです。みんな めっちゃ見てください。アンズちゃんの杉本ちゃんに一途。それはね、一途じゃないですね。一途とか聞いたらさ、鳥目の新キャラのサンズハルチオとか出てきちゃった。ちょっとヒロアカもね、私最近とどろきくん地引きしたんでハマり中です。でも最近全然見れてない。見たよ。え、すごかったでしょ。え、待って、もう59分、やばいね。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。チャチュミチャチュミ、おやすみなさい。多分勝手に切れるよねこれ。勝手に切れるの待ちます。サンズはやべえ、サンズはやばいですよ。僕にもハマってください。たくさん来てくれたらハマるかな。いつかはいいですよ、結婚してあげても。いつかは期待してるので応援してます。ありがとう、バイバイ。チャチュミ愛してるよ、だって嘘つきですね。ラブラブ。え、もう終わっちゃったこれ、わかんない。配信ありがとう、こちらこそ。えもう時間大丈夫？結婚来た、来てないけどね来てないけどね。え、いつ終わるのこれ。え、
終わんない。ええ待って、もしかして伸びた伸びた、えあれ、え終わっ、ええ伸びた、もしかして、ええ本当、えいいのいいの、えいいのリナ続けていいの、えいいの、え待って待って待って、いいのいいのいいの、えダメダメかな、ええどうしようどうしようどうしよう、自分で切らなきゃダメ、えあダメダメダメなやつこれ、よくない、あそうなの、えリーナの制限が伸びたとかそういうのじゃないじゃないね、じゃえじゃないね、でだよね、え切って明日確認、そうだね、切ります切ります、はい、え大丈夫じゃない、怒られる、そうだね、切ります切ります、ありがとうございました。